はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきたいと思います。海賊船のイベントが終わったので、とりあえず漂流村へ戻りましょう。地図から漂流村と海賊リードとか、最初自己紹介があってさ、声優さんとかもさ乗ってたけどさ、一瞬にして成仏しちゃったよね。もう出てこないのかな、さすがに。海図にはオケアノスの回遊経路が記されていたと。それは今もさ有効なのかな。結構前の話だよね、100年前とかだっけ。まあでもオケアノスにとっては100年とか大した年月じゃないのかな。人間にとっては長い年月だけど、古代種にとって100年なんて一瞬の出来事かもしれないからな。オートの北、大穴がある海域。どういうことだ、わからん。回遊経路は複数ある。回遊経路に共通する場所。あー、そういうことね。死生代の大穴。いや、討伐って言うけどさ、どこで戦うの。だって戦えなくない、そもそも。居場所は分かってもそこんところ大丈夫なの。体調不良。重要なことを忘れてるってどういう原理なんだろうね。なんで重要なことだけ忘れてるんだ。無理するな、ここはねぎらってあげよう、女性を。否定された、無理するよってそうか、こういう女性にはねぎらいの言葉は通用しないのか。難しいね、女性の扱いっていうのは。やっぱり大穴の調査。とりあえず大穴に向かえばいいのかな。そうすると結局さ海なんだからさ、どうにもならんでしょう。
あの海賊船って何、どこでも行けんの？ああ、そうだよね。ぽっかり王宮がなくなってるよね。ゲーテ海の真珠。地下から海底へ降りられた。水中を移動できるリフォーグもあった。それを取りに行こう。残ってればね、確かに。それが分からんのだよ。う、あ、頭が。ほんとヒュンメルは仕事熱心だよな。どうした、何か見つけたか。光っている。地中の離力が活性化している。転移が使えるかもしれない。今までのマップ移動って別にさ、ワープしてたわけじゃないからね。多分一生懸命移動してたんだろうな。恐竜村には誰もいないね。誰か目撃者がいたらさ、完全に失踪事件だよね。いきなり目の前で消えたみたいな。まあ転移ができるようになったと、まあ、本人たちは便利かもしんないけどさ、別に今までのさマップ移動と変わんなくない？そんなにびっくりするようなことでもないけどな、今まで散々やってきたからな。北部の王都跡。印象深い場所に念じるだけで移動ができる。水晶石のある場所、景色が綺麗な場所。水晶石の指輪か。あー、まあ確かに資材収集はめちゃくちゃはかどるよね。今までいちいち持って帰ってたんでしょ。しかも1回で持って帰れる量とか限界があるからね。まあ確かにこれが使えればね、運びもめちゃ楽になるよね。心のこもった運びとか別にそういうのいらなくないか。物さえきっちり運べばそれで大丈夫だ。改めて王都の北部へと向けて出発と。なんかあんまり便利になった感がないな。やることは大して変わんないからね、今までと。
転移が使用可能になった、地図メニューから選べる移動ポイントが増えました。あ、それはいいね。今後は発見したロケーションポイントにも移動することができます。あ、じゃあロケーションポイントは重要だね。だいぶ行けるようになったね。こういうとこ行けるってことでしょ。あ、転移する。あ、これどかせられんね。そうするともう20人いるからね。これ何？とりあえずの目的地はこっちでいいのか。まあ、あとは掲示板ちょっと先に見ましょう。シンクのこれはなんだ？あ、産着って書いてあるね。振り仮名が振ってある。赤ちゃんのために産着を仕立てている。材料が足りない。合質繊維が2個。合質繊維は多分持ってるよね。陽光牙、これがあったかどうかだな。巨大な粘滴、まあ話を聞いてくれと。奮起の演奏会、偶然盾ごとを手に入れた。とりあえず話を聞け。報酬覇王水。オースティンはなぜそんな覇王水とかいうのを持ってるんだ。隠し持ってたのか。じゃあちょっと話を聞きに行きますか。どこにいるかがねよくわかんないんだよね。そもそも上とかにいるのかな。見えん。海岸とかにいそうだね。船を作ってそうだから海岸を覗いてみるか。なんか地図をさポッて見たらさどこに誰がいるみたいな印がついてるとすげえ便利なんだけどね。探し回らないといけないからちょっと大変だよな。オースティンとかマジどこにいるか見当つかないし。まずはタナトスの依頼を受けよう。まあ譲ってあげよう。鬼人の霊光。あれ、巨大な念敵について。サハドもか。海に関する敵なのかな。そうすると魚。釣りでしてやられた。あ、そうなんだ。釣りとか全くやってないかんね。ピラルと思われるとか言われてもわからん。ご狙い物。神出鬼没。いや俺たちだってさ釣りをしている時間なんてないよ。そんなに暇じゃないよ。みんなで食う、うまいのかそもそも。食ってこその釣りか。キャッチ&リリースはしないんだな。まあ別にやってもいいけどさ、余裕があれば挑んでみます。まあそれが本音だよな。まあぜひ実物を見てみたいです。
水と森の丘にいる池、常に大型の古代種もいる。はあ、あとはちょうど近くにいるね。陽光牙だよな、それを持ってるかどうか。持ってるのか。うわ、持ってないな。陽光牙って誰が持ってんだ、それがわからん。あとでちょっと調べておこう。あと依頼を出してたのって誰だっけ。もう一人いたよね、忘れちゃった。また掲示板を見に行かなきゃいけないか。あ、演奏会だ、オースティンだ、オースティン。やつはどこにいるんだ。ちょっと探し出そう。丘とかにいそうだけどね。地図とかなんかもう少し、エリア地図、広域地図。ダメだ、ここまでしか見れないか。で、誰がいるとかは分からんな。オースティン、こっちにはいないな。とりあえず回収していこう、これを。育つの早いね。こんなに早くさ、収穫できればさ、食べ物には困らんよね。このコーンとかね、シャイコーン。あとなんか種持ってたっけ。別に持ってないよね。オースティン、オースティン、ここは女性が2人いる。いないな、こっちには。お、いた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 。こんなとこに突っ立ってたか。お前さ、そんな服着てさ動きづらくないか。まあ別に見せるだけだったら全然いいよ。何かの役に立つなら光栄だ。近代の芸術家。いや、まあそんな話をしに来たんじゃないんだよ。まずは全体のおよそ半分程度見つけた段階で教えてくれ。そう、半分ってさ、分かんなくね。だって全部でどれくらいあるのかが分かんないよ。ロケーションポイント発見率 50% 以上になったらオースティンに報告しよう。いや、そういうのはさ、実際こういう機械的にやってくれるけどさ、実際だったら分かんないでしょ。かなりの数のロケーションポイントを見つけたな。礼を渡しておこう。不思議な力を秘めた道具。白鷹の水晶岩。そういうものはさっさと出せ。他
他のポイントにも興味が出てくる。すべて調べてきてくれ。すべてか。簡単に言うけどね、すべては難しいぞ。あれ？僕の話を聞いてくれるか。そうだよ、ダーナも一緒に頼む。プレゼント品は多分あれだね、好感度が上がる感じだね。いつ手に入れたのかもうすっかり覚えてないけどさ。オースティンさんだよね。エタニア時代の。音色は奇跡的に現役でなって、それはすごいね。音楽は苦手じゃなかったのかい。そういう設定だっけ。縦琴を演奏できるのかお前は。演奏だけだがなってどういうこと。素晴らしい特技を持っている。まあそりゃそうだね、確かに。なんて中途半端なんだろう。恥を忍んでって。なんで。音楽の才能がなくてな。楽譜を調達してほしい。音楽の設計図。エタニアのもの。エタニア時代の楽譜。ってことはやっぱりオートとかに行かないとダメだよね。エタニアの時代になら確実にある。え、どうすりゃいいんだ。過去に戻れってことか。まあとりあえず全員話を聞いたので、魚釣りとかはなちょっとめんどくさそうだな。ここかな、巨大な粘滴。そうするとここの地区だからここら辺から行くのが近そうだね。でもまあちょっと先にこっちの話を進めていくか。いや、こうやって見ると大穴もすげえよな。めちゃでかいわ。こんなところで戦闘なんてできないよ。目的地の空中回廊。あそこにあるのは？
え、もともとなかったっけこの水晶石って、まあ、とりあえず行けと。これが結構長いんだよね、ここの空中回廊的なやつで、これに触れると、過去に行くのか、過去に行って水中を渡れるリフォーグをどっかに隠せばいいんだ、ここら辺に、誰にも見つからないところに。誰かに見つかっちゃうとね、移動させられちゃうからね。でエタニアってそもそも何年前だっけ。これは過去だね。ダーナ、どうしたのだ。今太陽の光が一瞬かげった気がしたんだけど。気のせいではないのか。雲は出ていないようだが。不吉の前兆だな。大穴の存在。のぶとい声、今日中に片付けてしまうぞ。あ、こいつは名前がわからんけど父親じゃん、あいつのあいつとかあいつとか全然名前覚えてない。ドラン、ドランの息子なんだっけ。何なりとお申し出くださいって結構忙しそうだよ。だって今日中に片付けるぞみたいなことさっき言ってたじゃん。大丈夫なの。食料の貯蔵を行う。今年は凶作の可能性が高い。ダーナ様が予言された。あ、そんな予言したんだ。サライ女王とダーナ、最も幸福な時代。今最も幸福な時代なんだ。やっぱり忙しいんじゃんこいつ。別にさ、言う必要はなくないか。とりあえず今はさ、自分たちで原因を突き止めて解明すればいいわけだから。大穴へ到達できるよう急がなきゃ。どうすればいいんだ。とりあえずここにいるね。これはどこだ。まあとりあえず、じゃあ今回はここで終了して、次回はまたエタニアの方ですね、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。